時々思うことがあるわ。あなたには他の道があったのではないかと。私と出会わず、私に付き従わなければ、もっと平和で。もっと平坦で面白みもない腐った貴族どもに連なる道があったでしょうな。今さら愚行ですよ、エーデルガルト様。私は自分でこの道を選んだのです。決してあなた様に従わせられているのではない。まさかその程度のことをあなた様が分かっておられないと。そうではないわ。あなたのことは他の誰よりも分かっている。ただ修道院に来て学び屋で他の者と共に学ぶあなたを見ていると、そういう未来もあったのかもしれないなんて考えることがあるだけ。確かにそういう未来もあったかもしれませんな。この弱いで言うのもなんですが、私は幼さなどとっくに捨てきっていたつもりでした。ですが修道院で過ごすこの時間を私は楽しんでいます、間違いなく。そう、それは私もきっと同じね。ですがそれもこれも私の隣に後ろに前にあなた様がいてくれたからなのです。エーデルガルト様と道を同じくするということが私には何より大事なのでね。ならば何も言わないわ。あなたにも私の進む道を歩んでもらう。私の道は血にまみれた道、時に人を狂わせ未来を奪い命すら顧みぬ道。すでに私の足元には血だまりが広がっているのだから。これから先誰かに血を流させる役目はこの私にお任せいただきたいものですが、上に立つ者の手は可能な限り綺麗に見せねばなりません。派手に血を流させ彩って見せますよ、あなた様が歩む深紅の花道を。ペトラ、ここの環境にも随分と慣れたみたいね。何か問題はある？エーデルガルト様、平穏無事です。気遣い感謝あります。皆さん優しさ持っています。言葉気にする人皆無です。よかったわ。けれどブリギット王族のあなたは帝国にとっても重要な存在。問題が起きた時の対処は身柄を預かっている私に任せてくれるわね。はい、必要ある時頼みます。しかし私無事です。問題発生するなく自分解決できます。ええ、もちろん解決できることはしてもらって構わない。心配しすぎかしらね。何かあったらあなたの家族にも顔向けできないから。心配無用です。ブリギットの言葉あります。一本の矢、二羽の鳥射止められない。私とブリギット二羽目、今あなたもっと大きい目標、野望持ついるのです。違いますか？確かにあなたの言うことも一理あるわ。私は野望を秘めている。いずれ皇帝となってなすべきことがある。でもペトラ、私を誰だと思っているの？私はエーデルガルトよ。他の誰でもない。誰もできぬことをなそうとしている。そのためなら一子で二羽だろうと三羽だろうと射止めてみせるわ。ペトラ、気遣いが無用だと言うならあなたがその力を見せなさい。矢に射止められる鳥でなく、あなた自身が矢になるの。
言葉刻みました。あなた新しい私見ます。約束です。おや、ペトラ殿ですか。常ながら精が出ますね。ヒューベルトですか。はい、私精出します。私立場良くない、ありません。努力必要ですから。いえいえ、それを考慮してもあまりある努力を貴殿はしていますよ。まったく面倒くさがりな誰かに貴殿の爪の赤を煎じて飲ませてやりたい。爪の赤飲ませる、飲ませますか。周知厳しい、避ける望みます。比喩です。本気ではありませんよ。もちろん。それにしても貴殿がここまでフォドラになれるとは思ってもみませんでした。何しろ初めて会った時の貴殿は言葉をかけらも理解できませんでしたから。それどころか周囲を恐れ威嚇し、まるで獣の娘かと。私幼いでした。恐ろしい体験するします。祖父突然私命じました。フォドラ行けと。覚悟なく見知らぬ土地、見知らぬ人の中放り出され、珍獣の扱い受けました。そうでしょうな。客人とは言っても実のところは人質。ブリギット諸島が再びダグザと手を組んで帝国に攻めてくることがないようにと、ブリギットの王たる貴殿の祖父を脅して貴殿を帝都に連れてこさせたのですから。私故郷を離れる悲しみました。しかし帝国来る喜びありました。外の世界知る、多く学びます。経験こそ今の私形作ります。加えてエーデルガルト様やあなた、出会い貴重ありました。逆境に打ち勝つその心意気、私も見習わなければなりませんな。私たちもまた大いなる逆境に立ち向かっていくのですから。よっしゃー、全員ぶっ飛ばしてやったぜ。お前らもう経過すんなよ。見事だったなカスパル。お、フェルディナウト、今の見てたのか。あ、一部始終をな。非道な行いが双方にあり、かつ和を乱した。そんな彼らには両成敗こそがふさわしい。同じ貴族として誇りに思うぞ。君はまさに貴族の鏡だ。は？貴族かどうかなんて関係ねえだろ。いや、関係あるとも。領民の争いを裁くのも貴族の務め。こたびの件もそれと同じではないかね。そうか？俺はそこまで考えちゃいねえよ。なんか体がうずくんだよな。いても立ってもいられねえっていう感じで。ほう、つまりだ、君は本能で行動しているわけか。それ自体は否定すまいが、もっと明確な信念を持つべきだよ。例えば私は貴族であることを念頭に置き、それにふさわしい行動を常に心がけている。持てる者が持たざる者を正しく導く、これが私の信念であり正義なのだよ。お前いっつもそういうこと言うよな。俺には小難しくてよくわかんねえや。困ってるやつがいんならそれを救えりゃいいだろ。見解の相違といったところかね。ならば自分の考えを貫いてみせたまえ、貴族としてな。だから貴族とかじゃなくてだな。お、イニグマツリーぞ。
おお、ドロテア、やはり君がいると食堂が華やぐね。アナフェル君、相変わらずお世辞がお上手ですこと。いや、世辞ではないが。またそういう態度か。ドロテア、君は私に対してだけそのような態度をとってみせるな。私のことを嫌悪しているのかね。あるいは避けたい理由でもあると。もうさすがは貴族様、観察眼に長けているんですね。その通りですよ、あなたを嫌ってるわ私。やはりそうか。よければ嫌う理由を聞かせてくれないかね。私には全く心当たりはないが。特に理由なんてありません。気にするだけ無駄ですよ。そうもいかない。君がわけもなく人を嫌うとは思えないからな。そうね。じゃあ、あなたがわけを当てられたら正直に認めてあげようかしら。平民の私とは頭の出来が違うものね。貴族様には簡単でしょ。な、よし、挑まれたからには当ててみせよう。君はよく貴族様と揶揄するからな。やはり貴族が…いや、そう単純ではないか。さあ、どうでしょうね。ま、待ちたまえ。何か手がかりになるようなものはないかね。なら一つだけ。あなたがミツバチのようだからかしらね。あとは自分で考えて。じゃあね、ベル君。ミツバチか。自分の役割を全うしているということか。ペトラ、ちょっと止まってくれる？はい。用ありますか？うん。君の槍を見てたけど、技のつなぎ方が良くなくない？重い振りの前の腕の動きが邪魔して槍を返すのが遅れてる。隙が大きいよ。腕の動き、どれですか？右、左？右、いや、両方かな。腕っていうか肘の動きもだけど。私わかりません。リンハルト、実演するここ願います。いや、実演はちょっと。今は本読んでるし汗かきたくないな。しかし私できません。あなた見せる必要です。それともあなたできない、助言口だけ言っていますか？僕にはできないかもね。でも君ならできるよ、だから言ってるし。では助言再度願うします。そうだね。うまく伝えられればいいんだけど。君たまに槍を大きく振り下ろすよね。その前にぐっと振りかぶるときに力が殺されてて止まっちゃって、振り下ろすときに無駄があるというか。振りかぶる、どのように？無駄減らす、私望みます。腕の動かし方の問題だと思うんだよね。槍の軌跡と筋肉の伸縮を計算して。軌跡、伸縮、計算。あなたの説明難解です。やはり実演頼みます。早く見せる、私学びたいです。いや、だから実演は。まあ、なんか思いついたら言うから。今日は僕はもう戻るよ。リンハルト、いつも言うだけ。私見返します。
少し眠くなってきたな。あら、こんなところでお昼寝だなんて。風が心地よさそうですね。ドロテアか。僕に何か用なの？そうですね、用といえば用かしら。寝転んでるあなたが気になって。でもこんなところで寝るなんて、貴族様には見せられない光景ですね。一応僕も貴族なんだけどな。知ってるよね。ごめんなさい、リン君って貴族っぽくないから。人のあり方は人それぞれだよ。僕はこの生き方がいいし。まあ気取った貴族にはよくバカにされるけどね。うん、バカにされて悔しくないんです？自尊心が傷つけられたり、リン君はしません？自尊心？そんなもの生きるのには不要さ。貴族というと何かと自尊心が高いけど、本当にあなたは変わってるんですね。まあそうかもね。僕の父、内務卿のヘブリング伯といえばわかるかな。あの人は僕と違ってものすごく自尊心が高いよ。例えば軍務卿と犬猿の仲なのは知ってる？父は実のところ軍務卿を評価してるんだ。でも自尊心が邪魔して仲直りできない。そのせいで帝国は文官と武官も不仲さ。政治にも悪影響が出て最悪。ほんと自尊心なんか何の役にも立たないだろ。文官と武官の仲が悪いのはずっと昔からじゃないかしら。内務卿は文官の長なわけだし、勝手に頭を下げたら部下の立場もないでしょ。責任を負ってる分、自尊心もなくちゃ長は務まらない気がしますよ、私は。それに立場や職務に裏打ちされた自尊心は男を魅力的にすると思う。魅力的になる必要なんてある？生きる邪魔にしかならなさそうなんだけど。え？魅力がないと人から見向きされなくなっちゃいません？そしたらずっと昼寝してられるね。楽しそうだな。え？魅力が生きる邪魔？そんなことありえるのかしら？ありがとう。次は間違えないわ。このくらい当然でしょ。なんだかくすぐったいわね。まだまだ学ぶべきことがあるわね。Thank you.
貴族をあ、うむ、貴族、先生。俺たち絶好調だったぜ。少しひらめいたことがある。どうかな、身についてきた？実戦で試してみねえとな。引きこもるにはいらない力ちょっと私、進化、成長です。Thank you.
少しいいか。最近フレンを口説く者がまた現れ始めたと聞いている。そのような場面を見かけてはいないだろうな。もし次に見かけたら命の危険を伝えてやるといい。もし次に見かけたら私と彼女を同席させるとは。食べる速さでも競わせる気かね。フェルディナント、何でもかんでも私と勝負しようとするのはやめてくれない？